政府関係者によりますと国後島などで見つかった合わせて3人の遺体はサハリンのコルサコフ港で9日にも引き渡しを受けるということです3人はロシア側の調べで沈没した「カズワンの乗船車と DNA 型のサンプルが一致していました引き渡しには海保の巡視船「津軽」が向かうものとみられ順調に進めば9日夜にも小樽港に戻ります 先月、斜里町で見つかった頭の骨がきのう乗船者のものと判明していてこの事故での死者は15人行方不明者は11人となっています。